はい、じゃあ半になりましたので大会やりましょう。ラウンド1、はい、じゃあまあ今日は普通に紅白戦やりましょう。じゃあエントリーまだの方お願いします。あ、音 OK ですね、ありがとうございます。まあ、今日はちょっと人が分散してしまったようですが、お、友田さんも、これ8人かな。そうなんですね、はい。100円です。はい、じゃあやりますよ皆さん、やりますよ大会、大会の時間ですよ。もう今日のルールは紅白戦で1人2キャラで、メインキャラの X プラス S キャラ、カワシムだったら X ダルシムと S ダルシムみたいなにしましょうか。全員 S と X キャラ、同じキャラの X プラス S の紅白戦なんで、4対4で、合計8キャラ対8でいきましょうか。聞こえてますか？音どっちも OK よ。チーム分けは どう普通にくじ引きにしておきます。いいかな、どうしようかな。じゃあ皆さんエントリーまだな方はお願いします。中島さんと青沢さんエントリーをお金の方ですね、うん。
って S ダルシム十分強いな、2体ダルシム2体になるのかいや、それがいいの、それがいい、X プラス S の方がってすぐ終わっちゃうかな、大丈夫かなどうす、うん、S の出し方わかんない人結構あ、さ、多分誰かしらはわかるでしょ、うん、さ、うん、3キャラにします、 X プラス S プラスもう1キャラにします、はい、そうすると12キャラ対12キャラになるから、そうだよね、じゃあ X プラス S とさらに好きなキャラもう1キャラでいきますか、うん、それ3キャラで12キャラ対決みたいな、じゃあそうしましょうか、うん、逆しね、あ、ちょっとインフォメーションが間違ってる、まあじゃあ3人目はランダムみたいな感じか、ある意味、3キャラ目どうしよう、みんな入ってるかな、うん、出し損ないそう、インフォメーションの引き続き、ん、大丈夫ですか3キャラ目どうしよう、好きなキャラにしときますか、3キャラ目、じゃあ、 チーム分けはこっちでランダムで、ランダムで分けて分けちゃいますよ、じゃあ1から4対5から8みたいな感じでやっていきます、じゃあ上から振っていきますよ、バイパーさんは1、トーコンさんは3、破天荒さん、じゃあ一応改めてルールの説明しときます、2、まあ通常の紅白戦で1人3キャラ、青斎さん、そのうち2キャラはメインキャラの X キャラプラス S キャラで、3体目は何でもいい、強いのでいいよね、どうする、なんかないかな、3キャラ目はランダムにするか、川島さんの7、了解、じゃあ各プレイヤーの3キャラ目はランダムで4キャラ選んで割り振てて割り当ててもらう形にしましょう、うん、でチーム分けが1から4でしたっけ、で5、6、7、まあまあいいんじゃないですかね、うん、まあそんな、うん、悪くないんで、うん、であとじゃあランダムキャラはじゃあ16まで番号を用意していきましょうか、横だって、はい、じゃあチームの方がですね、まず1チーム目が、バイパーさん、破天荒さん、闘魂さん、お茶丸くん、はい、これが一つのチームですね、でもう一個が、中島さん、青斎さん、
タワシムさん、友田さん、うん、ですね、です。じゃあ、 順番どうしますか。まず3キャラ目を、ランダムで選んで、4キャラ選んで相手に割り振れるので、まず3キャラ目のくじを引きましょう。3キャラ目のくじ、16番まであると、どういう、こういくか、あーこう上から、これを見て、じゃあカワシムがうちのチームの一応あれってことで4枚引いて、5番は剣、16はこの目だね、6番ザンギ、弱えーな、ヘイロじゃあちょっと顔、じゃあ川島チームのランダムキャラのまず1キャラ目は1番竜、竜いいとこ引いたな。じゃあ2体目は16、これベガベガと、もう13は16、15、13、チュンリーじゃねえかよ、おいおい、チュンリー引いてるし。で、もう1キャラはこれは9で、8の次はホンダ、じゃあとりあえず皆さんの試合終了です。皆さんの試合終了で集まってください。皆さん、破天荒さんは闘魂チーム、闘魂バイパー、お茶丸チーム、俺は何使おう、ザンギザンギかな、ザンギかな、担当するのは、お茶丸さんは4キャラどれが使えそうな、ザンギじゃあお茶丸さん担当で、破天荒さん、ベガフェイロン剣どれが使えそうっすか。剣じゃあバイパーさんにベガ、おそうすると俺フェイロンになっちゃうな、おフェイロン、バイパーさん、フェイロン使います、大丈夫、大丈夫、それ使わないってことあるやってるの、いやもう遊びなんで、そこはそこは使えないのもありでいきましょういやいや、そこはみんな使えないってことで、使いたくないんですよ、そこはなんとかまあ今日だけ特別にお願いします。だったら俺2回でいいですよ、使いたくないですよ、ね、じゃあいいですか、バイパーさんだけ特別、それでポリシーがあるので戦力落ちるからいいでしょう、まあ、うん、うん、でベガとフェイロン、ちなみにバイパーさんフェイロン使います、フェイロン3キャラ選べるんですか、もうチーム内でシェア、じゃあバイパス、じゃあまあ触ったことないフェイロン、じゃあ俺行くんでフェイ、ベガ引いたからベガ使えるよ、3体目も、3体目も、うん、やだ、破天荒さんが何がチーム内で使える、リューベガ、チュンリー、ホンダいいね、お疲れ様、はい、お疲れ様、何使える、いや、リュー使えるから、使えるうちに入るかどうか、中島さん、中島さんはベガ
あ、ベガ、チュンリー使ってたね。3回目これ。違う違う、3体目。青沢さんは S 残機、X 残機、3体目をまあこの中から選んでもらうという 3体目をこの中から。そう、え、これダメ。あ、これはね、うちのチームなんでもう残機はいないです。青沢さんは X 残機、S 残機、あともう1キャラ好きなキャラ、この4つからつうか、チーム内で決めて、うちのチームじゃないんで、チーム内で相談してもらった方が。アマン P2P だけ決めて、かぶせでいきます。順番決めちゃいます。決めちゃいますか、はい。3体です。何と S 残機などもう一つ。じゃあこれ急遽ハイパーにして XSD とか。あ、ワンピースピア決まりましたか？じゃあこっち。じゃあ、あのチーム同士で集まって順番の方決めてください。今日はかぶせではなく順番を先に決めてやります。さあ、まだ決まってないようですね。ああ、迷ってますね、結構。さあ、もう一度ルールをおさらいすると、東西線形式で1人3キャラ、3キャラのうち2キャラは、S キャラ、X キャラ、同じキャラの S キャラ、X キャラで、3体目は相手チームがくじ引きで選んだ
4体のキャラの中から1つを1人が1体使うと。D キャラ面白いですからね、強くて。さあ、闘魂さんチーム決まりました。はい、ワンピー側の方がかなり悩んでますかね。決まりますかね。決まりました。さあ順番決まりました。じゃあ1人目、最初は カバシムさんのエスダル対闘魂さんのフェイロン。闘魂フェイロンなんか見たことないですね。ノジアイですら多分見たことないですね。じゃあやっていきましょう。えい、さあオープニングマッチはカワシム・エスダルシム対闘魂フェイロン。これ S キャラミスったらどうするんですか。やり直し、やり直しですね。ミスったら失格？ミスったら不先輩？さあ、さすがにカワシムさんはダルシム使いなので、まあ、Sダルだろうと、さすがに闘魂フェイロンには負けられないところでしょう。だレックの出ないフェイロンには負けられないですね、さすがに。あーと飛び込み入ったんですが、おさあレックやっと出たんですけど燃えちゃいましたね。
さあ燃えまくるこのフェイロン。ああ、しょうがないですね。さあ 2P が次はお茶丸くんのエスバルログ。お、成功しました。エスダルとエスバル。さあこれもまあバルログ、バルログ有利ですよね、これは完全に。さあさあ対空、お対空。さあお茶丸くんバルセロナを使わない。バルセロナが出ない。いやないってことはありません。あれダッシュからありますからね、あの技。ひょう、いや、やっと来た。ひょう2ラウンド目にして初のひょう。さあひょうをひょうひょうしてれば勝てますよこれ。ひょうひょうひょう。さああれバルセロナミスの三角飛びか。さあ投げていく。お、テレポート。さあバルセロナが出ない。なんか S バルログはバルセロナが出にくいとかあるんですか。あー受付がなんか X とちょっと違う。さあバルセロナさえ出れば勝てるんですが。さあいったいった、もう一丁。あー出ない。あー S はバルセロナが難しい。お、破天荒さんの X 剣。あ、ダルシムですからね、やっぱ龍拳系は苦しい戦いになるでしょう。エスダルといえど、やっぱ波動にドリルだったり対空のスラだったりは変わらず機能しますしね。あ、でも対空のスラが近いとスラストに化けちゃうのか。ちょっとまあやっぱ勝手が違いますね、X ダルとは。距離で技が変わっちゃいますからね。さあそうですね、近くで飛び込まれるとスラが出ない。逆にちょっと微妙に遠い距離でスラストが出せないと。さあ、おっ、おもむろにレッパ打って当たる。何を出したんだ。あ、しゃがみコパンがね、あの距離だと長いコパンになっちゃったので。おなんでガードできる。さあゴツゴツして逃げていく。さあ短い中パン出したくても手が伸びてしまう。ドリル投げ、スラ投げ。さあ次は、あ、バイパーさんの X ベガ。さあここはそろそろこのカワシム、エスダルシムは倒しておきたいとこでしょう。あ、これですね、これきついんですよね、ベガね。ここは X だろうと S だろうと変わらない。チョップ
あっと、やっぱ画面端に持ってかれちゃうとベガきついですね。あれ逃げづらいんですよね、ベガは。ドリル、投げていく、確定反撃、おお、これめくり、ドリル、スラ、あー投げ返し、あー置き攻め、お大キック使っちゃいましたね。わあ投げがつらい、 S キャラフレーム、そうさ、緩やかなドリル、何狙いだ、あ今 X ならね対空できたんでしょうけど、ゼロドット、これ何を、あーバカになる、あれ S は、 S は今のタイミングだとドリルは出ない、さあ青サイさんの S 残儀ですね、 S 残儀、まあやることはあんま X も S も変わんないのかな、バニシングないけど、まあベガ戦ならあまり変わんないですよね多分。あー近づくためのバニシングが、そうですね、ないですね。さあこれはアート食らう、さあこれもう、おダウン取った、さあ逃げていく、削り、さあ、あーピオリーチか、ピヨっちゃう、ピヨっちゃう、あー無、余計なことした、バニシングを出したつもりがスクリューの空振り、こっから、ここはリバサで逃げていきますね、もう一回捕まえない、捕まえないとダメです。さあ、あースクリュー一回も決まんなかったですね。さあ次は友座さん、エスベガ、あはい、失格さあS キャラが出ないと、 S キャラの出し方すらわからない人もいますしね、まあ大体どのキャラもレバーガチャガチャやってればまあ出るんですけど、上下、上下か左右にどっちかですよね、どのキャラもね、ガチャガチャやってボタンを押してれば多分。おー成功、ラウンド1ファイト、全キャラ共通、確かあの斜めにガチャガチャやってボタン押せば確か全キャラ S キャラ出るんですよね、まあ、ちょっと難しいとは思いますけど、斜めガチャガチャって結構難しいですよね。さあ S ベガ、これベガってS の方がいいところってなんかあるんですか？何もなさそうですよね。ないですよね。完全な介護感ですかね、これ。さあ、ダブル2が早いのか？
ダブル2が気持ち早く見える、見えるだけ、早く出るとは言っていない。破天荒さんの S 流 S 対決が、さあダウン取って昇龍、さあスーパースト2が始まりましたが、おっ投げ返す、中足ファイヤーこかして、あ投げ返し、あれぐるぐる回しても出るんですかね、 S キャラ回しちゃうと確かダメだったと思うんですよね。さあ友田さんの S キャラが好調、次はお茶丸くんの X 懺悔、おお茶丸くんの青木サイクロン、さあ青サイさんがいるときみんなこの青パンの懺悔を選ぶのが面白いですね。さあ、あの久々に S ベガのあれ見ましたね、デビルリバース、さあ、ある。あー、投げ返し。おお、ホバーガードしてバニッシュを返す。あ、そうですね、あのジャンプ中パン2回がないんですよね、 S はちょっと対空の面でも弱い。あっとデビルリバース、あれなんか使い道あるんですかね、あれ、はい、使い道は模索した結果使い道はないという結論に友田さんが至ってしまう。まあ使い道あったらね、 X でああいう別の技にはなってませんよね。おお確定したか、あ次は中島さんの S ガイル、S ガイルはまあこれもやはり X に比べていいところはなくはないけど、まあやっぱ X の方がいいですよね断然。あれですね、あの立ち台系、あの対空があるっていうところがまず S のいいとこか。あでもあの立ち台系もなんかダッシュガイルとかに比べるとだいぶ出が遅いですからね、まあ、ダッシュが異常なだけといえばそれまでですが、まあでも残儀には強い。まあそうですね、 S 移動そばっとないのも痛いですね。おー完封、ザンギーには S の方がいけるのか。次は闘魂さん S チュンリー、やった、ラウンド1ファイト、
まあ、チュンリーはどうなんですかね、戦列がない以外に何か違いあるんですかね。あ、 S の方が強いんですか。あ、ほお、じゃあこれ S キュンリーありますね、全然。お、さあ中島さん S ガイルいけてますね。おお、うまい、金中キック。あれが出る距離ならあれが一番信頼できる通常技対空ですよね。え、S チュンリーって円大パンにキャンセルかかるんですか。マジっすか。円大パン飛行券とか危険ですね。あと言ってる間に死んじゃいましたね。トーコンさんの S チュン死亡。さあ破天荒さんの X 流。まあこの辺からメインキャラが出てくる感じでしょうかね。さあガイル流は X ガイルならではのこう移動ソバットとかがないので、やはり S の方が苦しいでしょうかね、対龍は。あ、裏剣が後ろ、レバー後ろで出せる。あ、なるほど、溜めを作ったまま裏剣が出せるんですね、 S ガイル。それはいいですね、確かに。まあ、受け身がないのはもう S キャラみんなやっぱきついですよね。投げが減るゲームですからね。お、投げ返す。あ、裏剣、レバー後ろ裏剣。まあ、ちょっと新鮮ですよね、普段 X ガイルをやってる人からすると。おお、いい反応。さあ、おちゃまるくんの X バルログ来た。バルログ来た。さあ今度はバルセロナ出ますよ、きっと。ほら、出た出た。やっぱ全然受付が違うんでしょうかね。まあでも、まあ普通にこのゲームをプレイしていて S バルログを使うことなんてまずないでしょうからね。おっと、ショーキックでなんか潰してますね。お、あれでスラを潰す。うわさあ、ガイルに対して地上戦を挑むバルログに対しショーキックで技を潰す。こうなるとしたためを作っていないということはひょうひょうするチャンスか。おっと、ひょうではない。あーと思ったらためている。さあ止まんないですね。あ、 S のバルセロナは話した時しか認識しないんですか。それは確かに難しいですね。さあ、これバイパーさんのフォーク。さあ特別ルールで、バイパーさんはS ホークを使えないということなので X ホーク2体です。
多分宗教上の理由かなんかでしょうかね。S フォークを使うのは最大の禁忌とされているようで、さあこの S ガイルなんかもうメインの X ガイル並みに活躍 してますね。この辺で止めておかないと苦しいですよ。俺たち さあ次はお、カバシムさんの X ホンダ。さあホンダホークはこれはホンダガン有利ですが、これですね。さあ、まあ、あとはあーこっからまくっていくのが、さあ逆にホンダが前に行かないといけなくなった。さあゲージはあるぞ、狙っている。やっぱりさあ大一を決めて、さあ体力リードしちゃえばもうホンダは前に行く必要がない。前、お、前に出る。さああとはしゃがみショーパンを振るだけ。何もしない。さあ、あ、しかしバイパーさんのゲージが溜まってしまうと、あーこれは危ない危ない。今2回回ってましたよ。あー今のはちょっと真上から行って表裏分かりづらかったですね。さあ体力をリードしたホンダ、まだリードしている。あおっと打っていく。さあゲージが溜まったぞ。ゼロドットだがゲージあれば分かんないですね。これもう圏内ですよね。はい、やっぱりちょっとこれバイパーさんのホークに関してはもうゲージを溜めさせちゃダメなんでしょうかね。さあ中島さんの X チュンリーですね。あーいきなりパターン入ったか。あーあーあー完全試合。あーここのダメ足でこけてしまうと、お、なんとか返していく。さあゲージありますよ。おお危ない危ない、ヒヤヒヤしますね。ガードした。これもう圏内ですかね。さあああ、これはこれは、おお、もう一回溜めていた。お、テンションでよく返しますね。あ、あ、あっと、お、
さあゲージが溜まっていない、これはチャンスか、溜まった、あーやっぱりだ、溜めさせちゃダメなんですよきっと。これあのピンクの方です、さあ友田さんメインの X ベガー、ゲージ溜まるともうダメですね。あ、バイパーさんダブル台風ボタン使ってますね、マクロ使ってますよ。あっと、おさあやはりあれですね、ゲージを溜めさせずに勝つというのが一つのポイントなんでしょうかね。さあ闘魂さんメインの X チュンリーですね。投げる、終わってしまう。さあくぐって中パン、お、いや X のデビルリバースは使える技ですね、本当に。いや使える技だ、おお。さあ2体目のバイパーホーク、ちょ大将ですかねこれ、 2P 側ワンピー側は、あとカワシムさんのダルシムですか。さあベガはもう端でこけたらもう死しか見えないですね。あー、いやここの距離なら、あーダメですか。さあゲージがたまる、お逃げていく、脱出、差し込んでいく、中足、あ、アオサイさんの X 流、あ、まだ結構残ってるんですね、あと4人ぐらい。あ、ワンピー側、あとアオサイさんの竜とアオサイさんのザンギと中島さんのガイルと川島さんのダルシムと友田さんのベガ、あ、友田さんベガ 2回なのか、もう1回、あ、なるほど。さあバイパーさん
これらを1人で全部抜かないとダメ。うわあ、画面足、これはもういったでしょう。ああ、もう何をやってもダメ。あ、ダメダメよと。お、返した。上り台キック。ああ、今ちょっと怖いぞ。お、昇竜拳対空出るぞ。さあ、もうガードもダメですよ、もう。怖いよーと言って死んでいく。さあ、来ましたね、本家本元の青木サイクロン。さあ、本物は一味違うぞと。お、倒れた。反撃入れていく。あ、でもこれバイパーさんからしたら嫌な相手でしょうかね、これザンギは。お、お、さあ、ワンピー側リーチをかける。反撃入れる。ダブラリが当たって、ここは投げにはいかない。反撃入れて、さあ、ゲージがたまる。おっ、チューンピー投げ。さあ、じゃあこれで、まあ、勝敗は決しましたね。ワンピーチームの勝利。さあ、エキシビジョンはやりたいですか。じゃあ順番に行ってください。じゃあここからはエクストララウンド。残ってるのが中島さんのガイルと川シムさんのダルシム、トモトさんのベガー。お、あの大パン対空、まあ、ザンギは飛びが低いのでね、ああいうのが対空になりやすい。さあ、青崎さん諦めていく。無理宣言。諦めたらそこで試合終了ですよ。ああ、この2ヒット痛いです。ああ、はい、まだ生きてます、生きてます。ああ、あ、エキシビジョンじゃなくてエキシビションという指摘がありますね。さあ、これは 8-2 のカード。バツ X 屈指の苦しいカードですね、これは。なんかもうみんなの試合の方行っちゃいましたね。まだ大会続いてますよ。ダルガイルはもう見るに耐えないといった感じなのか、みんなさん。ダルガイルを見るぐらいならノジュア行くよと。あーですよね。さあ、これがじゃあ最後ですね、最終試合。ダルベガはどっちもなんか
ありますもんね。立ち回りはなんかどっちが圧倒的に有利とかもないですよね多分。まあダル有利ですけどベガもワンチャンあるのでね。あ、これです。この画面足に持ってかれちゃうとベガはきつい。あと上からのこのドリルがベガはなかなか対処しづらいですよね。ドリル、あっとドリルミスからのこれ死が見えるがガードをしのいだ。投げめくりホーバーでピヨッター。あーもう早くも画面足の抜けた。おーテルポでエスケープ。おーめくりホバーが通り抜ける。あんなこともあるんですね。あー上はガード。お、あと立っている。立っていたのはカワシムダルシム。さあということで本日の全行程が終了。さあ勝利チームは 1P 側。カワシムさん、アオサイさん、友田さん、中島さんチームですね。写真撮影あるんで勝ったチームの方は写真やっておりますよ。あとのじあい大配信中なんで皆さんやってください。集合しましょう。さあじゃあ勝利チームの4名いますか。あ並んでますね。なんかみんな2人背を向けてますね。ちょさあじゃあこれで本日の大会は終了いたします。じゃあ来週がバーサスとなりまして、その次何日だ、次は3月4日ですね。大山、次の大山ランバとは3月4日第1土曜日。じゃあぜひ皆さんそちらもぜひぜひご参加ください。じゃあちょっとのじ合いを移しつつお別れをいたしましょう。Fire!
You